何も映ってないよ。シーマミアのドンキ来た。でかこんなでかいドンキ見たの初めてだ。ダンダンダンドンキドンキーホーテーボリューム満点激安ジャングルジャングルだ。ジャングルすぎるだろこれは。さすがにすげえ終電を逃した。私たちは温泉に来ました。てってるー。あすごいじゃん、いいじゃん。そっちの iPhone の方が綺麗に映るよ。うん、これゴミだな。うん、ピントも合わないもんこいつに。分かった。仮想の佐久間がぴったりだなこの空間。うえい、すごい。どんな格好だよ。八百万の神様たちが疲れを癒しに来るお湯屋なんだよ。それなのにお前の家は何だい。お客様の食べ物を豚のように食い散らかして当然のことバーバかな。お前も元の世界には戻れないよ。子豚にしてやろう。え石炭と言うてもあるね。はい受け、すごい待って、はい受け、ユーバーバーレッツゴー。イエイ。タイムを逃した私たちの末路。末路ここに来る予定だったんじゃなくて帰りを逃しただけなんだ。帰りを逃しちゃった。変わっていいよ。あやすっぴんすぎてやべえこれ映せねえ。通天閣ね、あんまり来たことないかも。心斎橋とか南とかばっかり行くから。イエーイ。映っていい、ちょっとモザイクよろしく。すっぴんすぎてマジやばい。パニックパニックパニック、みんなが慌ててる。ハイハイユニマって進めたらゼロ出てくるんだけどねえ。佐久間龍とサインで検索したらさ、私が一番上に出てくるからね。困るんだけど。あれオタクに言われたんだっけ。今ジャニオタがジャニーズが来たかもしれなくて確認してる。よかったね。でもっとね近くに来た方がいい。もっとこの辺で立って、そう同じ画角で撮ってあげるから私が完璧に。あいいよいいよ。てか私のカメラワーク神ってない。これ一緒一緒、ね、よかったよ。いやもう完全再現じゃん。2本通して完全再現じゃん。たまたまねこの通天閣の前のところがジャニーズのユニバ動画の次の日に行ったとこでしょ。ユニバ動画の次に行ったらしくて、たまたま同じとこに来ていてジャニオタ大興奮。もうずっとなんかお土産見てる。これねかぶってた。買いなよ。いらないいらんらしい。使わないよ。大体使わないからね。佐久間たちは梅田にいたんでしょ。でも三角公園だったら新生橋だよ。ハッピーセット欲しいんだよね。あ、言ってたね。お刺身あるんじゃない。あるわけねえだろ。土人がいる。すごい土人かわいいと思ったら唐揚げだったわ。死んだ。ご飯食べに来た。朝だからオレンジジュースだよね。朝ごはん用に。何これ。かわちんだけど。切るんだけど。サムネでサムネ。なんでだよ。誰だよ。何も取れない。すぐ返すよ。うん、すぐ返すよ。ま、朝のオレンジジュース染みすぎる。キャベツでか。あ、下に落ちたやつ。私食べれない。もうゴリゴリ地面に落として血をすくってた。マジおもろ。早く見返したいんだけど。早く電車乗ってさ。おもろかったね。見返したい。佐久間が行ったとこを確認しないと。美味しそう。私レンコンと玉ねぎにした。玉ねぎコップご飯。そんなことないよ。みんなに言わないよ。夜、ラオケみんなに言わないでくれ。絶対言わない。夜派だからさ、私今朝だから。朝ってか昼なんだけど。後ろにね車があるんだよね。え、お酒でしょ。飲みなよ。うちら18歳だけどねって言ってるとなんか本気にされそうだからあんま言わんとこ。さっきね1回目当たった時は平気だったんだけど、2回目当たってからもう二度とあんな思いしたくなさすぎてもう恐怖症になってるから。佐久間映しとく。どっちでもいいよ。映しといた方が普通にお互い見るじゃん。未来がこんなアホな動画。ここのどこと写真か。アクスタどっちがいい。どっちでもいい。アクスタ赤か、うん、何でもいい。何でもいい。赤かピンクか、うん、何でもいい。さあ好きなやつにする。オッケー。え、下の土台ないの。ない。あったと。何の動画これ。TKG の歌知ってる。何 TKG の歌って。歌ってよ大声で。あんた。え、めっちゃオレンジすごい。オレンジのすごいね。超オレンジじゃない。超オレンジ。新鮮な。めっちゃ美味しい。ちょっとね充電させてもらってたからね、たくさん頼もうと思って、ドリンクにご飯に串カツに朝から昼から、うん、暑い？うん冷えてる。それはやばいだろ。いきます。おいしい。おいしいね。うん、おいしい。たまにウーバーで串カツ頼むけどさ、やっぱ絶対しなしなになっちゃってるから。おいしいよ。串カツ頼む。うん、すごい串カツ好きなんだね。おいしすぎる。こんなサクサクなの食べたことないんだけど。今日も無計画。タイタニックだけ見たいなんて言ってたんだよね。マジ無計画やばくない？ね、なんか勝手に旅になっちゃったし、ね、確かに。それで逃したら旅になった。夢が来たてだったんだよ。あ、お前死んだ。え、すごい気に。また串カツくそうまくね。美味しい。はい、ご飯
うわ、明るい、空綺麗、めっちゃ素敵じゃん。ね、ここでご飯食べた、めっちゃ美味しかったのと充電させてもらった。なんていうとこなんだろう、親父の串屋っていうとこ。親父、ここ、うん、親父って書いてない、親父の串屋って書いてない。え、ほらほら、ありがとう、充電もありがとう、親父の串屋。うわ、めっちゃガチ綺麗。え、見て画面やばくない、画面見たらやばい、超綺麗。イエーイ、ポケモンがいたんだって。私が選んだのはニャオハン。おじさんたくさん通るよ、ね、緑色ポケモン草タイプね、今までいいの一個もいなかったのに、今回初めて草がいっぱいいます。このカバーはこれはね、何だっけな、忘れた。ペリカン、これと迷った。ニャオハン可愛い。今日さ、ニャオハンのさ、お風呂シーンみたいなやつあってさニャオハンのお風呂シーンでさ、ニャオハン、どういうこと、ニャオハンのお風呂シーンって人間なの。しなびれてる絵があって、二次創作なんだけど、うん、やばかった。え、こっちだよ絶対。そうで、これじゃん、これ。指さしてもっかい。よかったね。何の指だよ、知らない。こっち行って観覧車行く。オッケー。これホテコっぽい。いや、映んない映んない、上すぎて、やばいやばい、上すぎて映んないよ。パターあげてる。イエーイ。これいつも新幹線から見る。これ見えたら興奮するもん。え、興奮するの、しない。あれ、だいたい寝てるわ。どっちから行ったの。あ、私電気屋さん大好きなんだけど。え、わかる、電気屋さん大好きやつ。え、本当、佐久間も好きなの。え、佐久間も好きなの。それは楽しいけど。やば。ドドバシカメラ、私ここに来るためだけに来たことある、大阪に。えー、マジ。やばくない。何買ったの。見ただけ。え、見ただけ、電気を。ドドバシに大阪まで来たんだ。テレビを見に来ただけ。まあ、1本で来れるからね。あれだ、ジャンクラ、うん、ねえ、あれだよ。あった、キモいよね、こういうことしてるお宅。いいじゃん、嬉しいと思うよ。なでしょ。だって私が行ったところ全部行くお宅いるもん。え、なにそれ、嬉しいよ。天神じゃん、真っ黒じゃん、黒ずくめの。え、いや、もう真っ黒じゃない。この辺だよね。うわ、空が青い。この畑の裏くらいだ。頑張って運んでる。手伝ってあげるよって私一応言ってるんだけどね、いいよって言われる。え、持ってみてよ、マジ重いから。ガチやばいよ。重いんだけど。え、やばくない、やばいっしょ。え、無理無理無理。私も大事なパソコン入ってるから。あ、パソコン、パソコン入ってる、パソコン。傷つけないで、衝撃を与えないで。お願い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 。マックバック、マックバック。ねえ、待って、もっと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 。いい、ヤッホー。ヘッドの目の前来た。よくね、タワーレコードのヌーチャー店であれリリーベしてたから、この辺よく来てたんだよね。はい、下手。どれ。え、ずーずー、あ、これか。エスト、イーストか。イーストなの、エストじゃないの。佐久間と同じ格好で撮ってあげるよ。そう、こっちから歩いてくるっぽい。歩いてくるっぽい。遠足の子みたい。ここ歩いてく、赤で、赤で歩いてこよ。さあ、佐久間龍斗さん、これからどうやって歩いていくのでしょうか。遠足気分の佐久間。恥ずかしい、もういいよ。オッケー。なんかここで佐久間龍斗さんたちが写真を撮ってたっぽくて、このよくわからん道端で写真撮影会始まってる。やば、髪の毛。髪の毛やばすぎてる。見てる？企画の中のあれでしょ。どっちのグループが早くテックの写真を撮れるかゲーム。へぇ、ここ見せてもいい？いいよ。ヘップね、同じ位置だよ、ほら。じゃあうちらはさ、どっちがさ先にヘップの写真撮れるか競争しよう。よーい、スタート。意味はい、撮った、はい、撮ったー。キッショって歌ね、一緒に撮れて嬉しい。全く佐久間を知らない人と一緒に写真撮ってる。え、これもさ、ここじゃないね、このまま撮って、はい、動画。あ、どこ、こっち。あ、こうか、はい、ここもらしい。ほら、これここじゃない。うん、映ってる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 。あんま映すなって、やめろって怒られたらどうすんだよ。そろそろ私がさ、本当に佐久間龍斗のことめっちゃ好きかと思われそうじゃない、私が。え、何あの電車。あ、電車だった、普通の。画面越しに見たらさ、黒と赤に見えたんだけど。はい、てな感じです。ヘップどっちが先に写真撮れるか勝負は私の勝ちでした。はい、撮った。帰る。雪降ってるんだって、地元。あ、そうだ、忘れてた、やばい。最悪すぎるんだけど。20分後に電車出るんだけど、乗れるかな。いけるっしょ、余裕で。乗れるかな。いけるいける。でも今の人の顔めちゃめちゃ好きだった。え、おいしそう。じゃあ、あの、女連れの人。え、女といる人。女の人いる人。あ、じゃあダメじゃん。女いる人狙っちゃダメだよ。300万取られちゃうから。献血だって、やってきたら。血が有り余ってるじゃない。何ペロ血あり余ってるじゃん。あり余ってんの。なんで。私いつから血が有り余ってるキャラになったの。あとね、12分で電車行くんだけど。行ける行ける、間に合うかな。急ぐ様子もない、うちら。のんびり行こう。間に合わない。走ってもいいよ。私は走ってもいいけど。
走りたくないでしょ。これ逃したらさ1時間後とかなんだよね。マジ田舎すぎて。ペロンペロン。よしモノマネ対決。ペロン。まさかの間に合った。余裕でしょ。余裕だよ。いる電車。いるよ。いるいる。なんか飲み物買ってこうかな。どこにある。でも2分しかないし。こちら、サンタンバードです。早く乗って早く乗って時間ないから。こちらのサンタンバード。早く時間ないから。3時間バイバイ。今からタイタニック見るんだよね。なぜか謎スケジュール。もう場面でしか動いてないのにちょうどに乗れた。これ逃したら1時間待つことになってたもんね。取り合い。かわいい。あれみたい。メーテルみたい。メーテルのさ作者さん亡くなっちゃったよね一昨日くらいに。何これ。ストーリー見てる。イエイイエイイエイ。ママ綺麗空。何これ天気良くない。螺旋になってる鳥みたいな。そっちあっち。え、ここだっけ。え、ここじゃなくない。違うけど。あれあれ こっちしかない。ちょっと待って。こっちしかない。こっちじゃないや。おい、なんかこの背景だとさ金沢か分かんなくない。今から金沢っぽいとこ連れてって。まず金沢さ本当に10年ぶりとかなんだけど。8歳の時に来た以来だわ。やばすぎる。なんか家来るって言うから。そう、乗り過ごしたわ、福井で。福井乗り過ごして。寝てたんだけど。爆睡した。寝てたからね、起こさなかった。爆睡したわ。しかも今日の朝もさ、9時に出ようって言って、9時から延長料金だったのに、なんか起きてて、でもなんか普通に延長だったんだけど、なのに延長料金取られなかった。かわいいから。あそこ良かったよね。良かった良かった。みんなも行ってみてね。どことは言わないけど。言わないけど。配信とかでちょろっと言うくらいはいいかな。ね、めっちゃ綺麗。皆さんこちらが金沢駅です。雪めっちゃ積もってる。そんなん積もってない。溶けたんだ全部。嬉しい。良かったマジ。雪マジ嫌いだからさ、マジムカついちゃうんだよね雪あったら。螺旋の鳥あれだあれ。見たかったやつ。そんな見たくないけど。見たいって言うからこっちわざわざ連れてきた。皆さんと言ったらこれしかない。世界一綺麗なんだって。なんかロケやってる。どれ？邪魔ってるみたいな。ローカルだよ結構。都会の人来ないからここ。すごい。こっち渡っちゃう。めっちゃトイレしたい。ここでさ。川だよ。川だ。川じゃないよ。モニュメントだ。ここでねみんな写真撮るんだよ。ほらいっぱいいるでしょ。写真これでいいや。ねえ、カムサマ。サムネサムネ。サムネ。撮れた？うん。乗り過ごしたってことにしよう。これも見たことあるの。めっちゃ時間だよ。本当だ。そう、初めて見た。マジ？美味しそう。金沢といえば、金沢といえばこちらです。いただきます。ちっちゃい皿あるけどさ、このまま直接行けそうじゃない。え、すごい寒さ。え、それで、私直接行きたい。野蛮だから。コーヒーだな。コーヒーだ。これが醤油。あ、これが醤油。こんなに作るの。野蛮じゃないグルナって。あ、野蛮だ。3秒ルール。前から聞こうとしてる。え、これ神ちゃんの味だ。サケフレークみたいな。カニだったら死んでた。アレルギーで。うまっ。おいしい。うん。サケとイクラ。ごちそうさまさたーまさ。そんなもろいか。ごちそうさまさたーまさ。美味しかったー。海鮮丼食べたんだ。しかもさ、なんかめっちゃいい人だったよね。超いい人だった。店員さんが。てかさ、この金沢からさユニバまでもバス出てるしディズニーまでもバス出ててすごいんだけど、こんな遠いのにさ、すごくない。ずっとレイブンクローなんだよね、この人。じゃあもうさ入んなくて、キャリーケースの中に。キャリーケース入んないし、持ってるのも邪魔だからかけとこうみたいな。ずっとユニバ気分なんだよ。でも本当にユニバだと思ってるとか引きずってるとかじゃないよ。もう持つのがめんどくさいの。で、金沢ってさ何が有名なの。食べ物どんな。わかんないのかーい。じゃあ今から帰りまーす。バイバーイ。ジャニオタの家に来るんだって。壊れてないよね、まだ。早くして。おいおい、ピーだよ、ピーピー。ね、大阪行ってきたんだけどさ、めっちゃ良くて、大阪でライブしたくない。めっちゃしたい。っていうことで、うちらカオストリオ大阪でイベントします。やった、嬉しい。大阪大好き。大
好き。だってペロチューブの視聴者って日本の中だったら大阪が一番多いんだよね。ガチ？ほんとに？ガチガチガチ。大阪のみんな見てる？ちょっとチルドレンのみんなも見てる？みんな見てる？絶対来て大阪民。そうだよ。しかも大阪さ、なかなかさ行けてなかったんだけど、ずっとリップとかで大阪来てって言ってもらってたから、やっと行けます。ライブの詳細は心斎橋で行います。1部、2部、3部の3部制となっていて、全通チケットを予約していただいた方にはなんとその後アフターパーティーに参加できる参加券がついてきます。アフターパーティー楽しみ。全通で買った方がお得だから、みんな一緒に一日中過ごしましょう。楽しもうね。あ、時間は4時半からの3部制です。みんな切ってね。待ってるよ。バイビー。バイビー。